怖い。朝起きるとそこには知らない人が立っていた。急ぎんじゃくパーティーだ。僕は不参加でお願いします。すいません。で、皆さんおはようございます。よごち TV スタート。今日は美容室に行かないといかない、行かなくて、行かないといけないっていうか自分で予約したんやけど、最近私ずっと黒髪を維持してたじゃないですか。で、黒髪好きなんですよ、個人的に。だから自分の黒髪が好きというより黒髪の女の子が大好きで、黒髪の男の子も大好き。だから黒髪の人間が好きなんですよ。動物、いや、ごめんなさい、人間とか言わなければよかった。別に黒髪の人が好きですごく、で、黒髪自分もしてるんですけど、いつもでもさ、これ何回も、これもさ、動画でやった自慢じゃないけど、最近顔洗うのがめちゃくちゃめんどくさくてあんまり洗ってない。それで好きなものと似合うものって違うじゃないですか、悲しいことに。で、私ね、どちらかというと黒髪似合わない方なんですよ。悲しいですね、残念。この日焼け止め使います、ドクタージェルと。担当の美容師さんも10年以上もう私の髪の毛を担当してくださっているんですけど、その美容師さんもしおりちゃんは茶色の方が似合うっていつもね言っていただいて、すごい、正直な意見をありがとうございますという感じなんですけれども、私自分でも重々ね承知なわけよ。私も多分茶色の、多分っていうかもう茶色の方が似合うのは分かってるんだけど、自分の服のスタイルとかに合うのがなんかどうしても黒髪で、だから顔に合うかって言われたら多分合ってないんだよね。ということで今回は何色にするかというと、ブリーチできないからブリーチせずに赤を入れてきます。赤かオレンジを入れてきます。なんか頬のここら辺なんかめっちゃ産毛が入るよね。これどう考えても日焼け止め塗る前にするやつやったわ。しくじり倒した。こちらイブサンローランのラディアントタッチブラープライマー1番、こちらを頬に塗ります。かっこいいよね。わ、映ってるよね、ちゃんと。今日は自分のカメラを確認しながら撮影していないから、ちょっと映ってるか映ってないか分かんない。いや、映ってもらわないと困るんだけど。これやっぱ頬に塗ったらもうめちゃくちゃいいなって思う。やっぱ鼻はちょっとこれじゃ物足りないけど、頬に関してはもうこれで十分。っていうかもうめっちゃ肌が綺麗に見えます。フラットな。ポーランドジョーモイスチャーライジングファンデーションプライマー S01 番。この下地、あ、やべえ、鼻だけなのにめちゃくちゃ取ってしまった。ここら辺に塗ってた。ポーランドジョーファンデーションプライマー S01 番みたいなの知らんけども、これ聞き飽きたよね、みんな。私も言い飽きたもん。なのにすこぶる言い飽きたのに全然名前覚えられん。今日は珍しく資生堂シンクロスキンセルフリフレッシングファンデーションを使おうと思ったが、ちょっと今日顔白くしたいんで資生堂じゃなくてシュウウエムラのアンリミテッドフラフティングフィールド664番、こちら使います。でも結構好き。私なんか頬にこうやってなんか3点置きみたいなするよねって今気づいた。これ癖っていうか知らんけど。で、デコには塗らないんですよ。なんでデコに塗らないんですかって質問最近来ないな、そういえば。何、みんなもう分かってくれた感じ、私はデコに塗らないやつっていうことを。それとも気にならないんかな、どっちでもいいけど。で、クリオのこの、あれ、なんだっけ、もう分からんきいいや。で、シュウムラのコンシーラーを使います。映ってるかな、ピント合っているように。これね、外カムで撮った時にピント合ってたらマジで嬉しいから。どんな寝方したらそんな寝癖つくんですかって、真面目に聞いてくださる方がいるんですけど、こっちが知りたい所存ですね。こちらが知りたい、長年の間。それが解明できたらこんな頭にならないんだから。もう起きたら出来上がってんのよ、この頭が。朝見た時は一発目に、鏡見れん、変わらずきたから、ね、わ、おもろいったい。いや、ウケる、何その頭マジかってなる、普通に秒で。秒でその笑いは冷めますね。朝って喋りたいことがめっちゃある時と、喋りたいことが1ミリもない時の差がめちゃくちゃ激しいよな、私。今日はちょっと1ミリもない方に近いな。それじゃあこのなんかドンキー手に入れた、なんだろうこれ、なんだろう、懐かしい気持ちになるパフをちょっと使ってコンシーラーを伸ばします。コンシーラー伸ばすのはスポンジがいいらしい。ツイッターとかでも最近よく見る。コンシーラーはスポンジで伸ばした方が良いですと。
で最近よくツイッターで出没しているんだけど、なんだかつぶやきたいことが結構あるから、なんか前々つぶやきたいこととか1ミリもなかったんよ。てかなんかつぶやきたいことは全部あのインスタでつぶやいてたんだけど、なんかねいい、ツイッターでつぶやくの楽しい。最近21年間生きてきて学んだことを9位からあのずっと発表していってるんだけど、あのね我ながらマジで全部共感する。ちょっと見てみてください皆さん。なんか部屋の乱れは心の乱れって言うじゃないですか。あれはまあ幼き頃に聞いていた時は何言ってんだと思ってたんだけど、いや本当にそう、マジでそう、部屋の乱れは心の乱れもう言えるけど、心の乱れは部屋の乱れ、部屋の乱れはこの心の乱れは部屋の乱れ、どっちも一緒か。まあそんな感じ。トゥークールフォースクールでノーズシャドウやります。ノーズシャドウやります。私化粧で一番ノーズシャドウが苦手。化粧ってさ、あのずっとやってたら慣れるというかコツをつかんでくるやん。全然つかめん。何これ、本当に毎日違う鼻になるんだけど、違う鼻っていうか違うシェーディングになるんだけど、はい、もう思い出した。どうせマスクつけるっていうこと、この間さ天神にネイルをしに行かないといけなくて、地下鉄に乗ったのより、最近またコロナやばいじゃないですか。だから対策はもうマナーになってきてるじゃん。普通にもうマナーじゃん。でもマスクをして出ないといけないじゃない。でもあの地下鉄に向かって行ってる時になんか見られるなと思って、みんなになんか見られる何と思ったらマスクしなかった。道理で快適と思って、でもすぐファミリーマートに入ってあのマスクを買いました。名前なんかめちゃ少ない量の高いやつ。だからそのファミリーマートに入るまでの間すっごい見てくるじゃないですか皆さんが。だからもう分かってる分かってる、また私も一番やばいと思って、みんなよりどちらかというとやばいと思ってるから、お願いだから見ないでください、お願いしますと思うね。あ、はい、コスメデコルテの粉をはたきます。なんか夏ってやばいから、そうちょっとはたく。ちなみに今年の夏は何したらいい感じかな。なんか何、なんか友達とさこの間話しててなんかコロナの話になったんだけど、まあ、世間話するじゃないですか。でコロナの話になって、人間がなんていうの、人間的楽しい行いをすると感染するのやばくねって話だったんですよ。確かにと思って、人間が楽しいと思うことをすると感染するし、人間が楽しいと思うことを禁止されてるじゃないですか今。結構つらい。コロナ許す、マジマジで。マキスマイガーのとこ唇に次眉毛をさ、でちょっと眉毛を描いていくんだけども、あのマックの私がいつも使ってるスパイスあるじゃないですか。なんかこの間コメント欄でヒヨコンがよく言う言葉ランキング第3位 マックスパイクとみたいな感じで書いてあったんですよ。めっちゃ笑った。で、あのそんなどうでもよくはない、これ面白かったって話なんだけど、あのなくなったのよ。ですぐマック行って買いたいけど、あの近くにないわけね、家にマックが。当たり前というかないじゃん、都会に出ないと。であのネットで頼んでも届くのが遅いだろうから、あの応急処置で買ったのよ、ドンキで。あの BL っていうやつ、あのさ、あのいいんですよドンキホーテ、いいんだけど、あのこれどういうつもり、あのさ防犯シール問題っていうのは私の中で結構根深いというか、あの歴史があって、あの分かるんですよこの防犯シール貼るの。あのね、勝手に持っていく人がいるし、勝手に開ける人がいるしって分かるんだけど、なんでここ以外のところは全部見たいけど、ここ向けない。だから私は一生これがなくなるまでこれと付き合わないといけない。ドアドンキの防犯シールとこのペイドって書いてあるあの防犯シールがならないようにするために上に貼るやつね。私これカッターでね切り刻もうと思ってこうやってやったのよ。そしたらこの一層しか向けなくて、あの防犯シールの一番肝心な部分がちぎれやしねえのよ。別にいいんだけどさ、これで化粧直ししたらもうドンキで買ったんだみたいな話題絶対なるじゃん。これ何がついてんのとか言って絶対なるじゃん。まあいいけど、話題が増えることは。アッシュブラウン、え、 3-in-1、 なんかもう一個ある感じ、もう一個あったパウダー、え、気づかなかったんだけど、これのおかげでここが開きますよっていう線みたいな、これで全く見えないもんだから全然気づかなかったよ。多分使わないけど、眉毛描きます。はい、眉毛かけました。そしたら今日多分髪ちょっと茶色っぽくなると思うんですよ多少。なんでマックのガールボーイっていう、マックのガールボーイっていう眉マスカラ使います。すごくね、この逆立てた状態の眉。はい失
ました。アイシャドウをやっていこうと思う。アイシャドウをもうちょっとオレンジ目にやっていきます。まずリンメルの16番のこの黄色いアイシャキ、うわうわ中身出てきた、黄色いアイシャドウを使います。そしたらこのスポンジボブのアイシャドウパレットの一番下のこれオレンジっぽい茶色を上から重ねます。いい感じで、そしたらこのイグリプスのアイシャドウパレットのここのブラウンを目尻に塗ります。つきはしねえな。でそしたらなんでかもうブルッブルになってるこのボビーブラウンのムーンストーンっていうアイシャドウね、今使います。涙袋に。さあチークをやっていきます。今日は久々にチークを使うんですが、こちら前レギュラーメンバーだったフラーティングウィズデンジャーみたいな、フラーティングウィズデンジャー、あとはマックのこのチークを使います。赤っぽい、赤っぽいとかも赤だね。これを使います。2色混ぜるんだけど、とりあえず下にこれ土台として塗ります。なんか右の頬と左の頬をつなげるみたいな、こんな感じ、日焼けしたみたいな感じにして、シュー上村のミディアムアンバー、茶色っぽい、とか茶色のアイシャドウ、アイシャドウじゃないよ、チークを上から重ねます。最後スポンジボブのこっち側の黄色いチークを上から重ねます。なんかチーク一番最後に黄色を上から塗るとなんか肌に馴染む感じがあるからすごく好き。資生堂のビューラーします。私シザンヌのマスカラ下地塗ります。ちょっとハイライト塗るの忘れてたんで、ローラメルシエのハイライト塗ります。でちょっと涙袋のラメが白すぎるんでちょっと足します。エチュードハウスの OR209 番、209番、上から塗ります。そしたらシューエムラのマスカラ塗ります。いつものごとくアイトークでアイプチにします。アイプチにします。二重にします。奥二重。そしたらセザンヌのアイラインでここにほくろ描きます。鼻のとこ、はい、こんな感じ。私個人的に鼻にほくろがある人がすごく好きなので、私もたまに描きます。で描きます。はい、そしたらリップなんですけど、ディオールの707番をまず最初塗ります。はい、そしたらマックの、パーティーラインっていう色を中心に塗ります。はい、完成。着替えてきます。この後の彼女のあの、いきさつですかね、が、あの、全く、記録されていませんでしたので、こちらの動画をお送りします。髪切って、髪を染めました。今度あの、太陽光の下の、太陽光の下で撮った動画をお見せします。ありがとう！